こんにちは、バッキーのサムヘルマット丸山でございます。ですね、今もうフジロックの配信めちゃくちゃやってましてね、ずっと見っぱなしでもう何もしてない状態なんですけど、ちょっと動画ぐらい撮ろうかなと思いまして、回しておりますが、ステンジャーシングスシーズン4ボリューム2のレビューですね、やっていこうと思います。で、いつも通り、ネタ売れガンガンしていきますのでご注意くださいませ。皆さんどうでしたか、後半の2話、ご覧になりましたかね。皆さんの感想とかもね、コメントでいただけたらなと思っております。いや、今回ね、かなり怒涛の展開でしたね。はい。つってもね、その1話がかなり長かったっすね、特に9話だっけ、9話2時間半ぐらいありましたよね、確かね。すごい、もう映画ですね、ほぼね、映画みたいな、尺でございましてね。はい。今までの敵って、話が通じなかったっていう、言葉でのコミュニケーションが取れなかったっていうところで、まあ、倒せばなんとかなるかって気がしてたんですけど、なんだろうね、今回その会話ができる、コミュニケーションが取れる分、あ、こいつもう話通じねえわっていう感じがね、より出てますね。話の規模感がものすごいでかくなりましたね、かなりね。ホーキンスごと裂け目にしちゃって、もう世界を転覆征服っていうわけでもない、なんて言うんだろうね、もうぶっ壊そうっていうね、気持ちがすごい、気持ちというか目的がね、すごく出てますね。はい。8話は結構パパとの話が軸になってたっていう感じですかね。はい。研究所ですね。はい。パパのエゴですね、ものすごい、すごい、そう、まだワンを救えるんじゃねえかっていうね、まだ思ってるっていうところ、それ、あ、てか、そのなんだっけ、シーズン1でエルに裏側を通しっていうか通信させてたのはワンを探してたっていうね、そこで繋がってきたっていうところ、このやっぱ過去のね、シーズンの生かし方ですね、うまいですね、やっぱりね、こういうところね。で、ロシアね、ロシアのあの施設ですね、監獄みたいなところが、奥まったところはなんか研究所みたいな、デモゴルゴンとか、マインドフレイヤーの元とかね、あれとかをなんか研究してたっていうのがね、すげえ闇が深えっていう、闇が深え、なんか、ソ連っぽいなっていう感じがありましてね、かなり怖いですね。あ、エディね、エディがなんだっけ、シェイプ、ハロウィンのね、オマージュも出てきましたというのもありましたね。あと、ナンシーを連れ戻すのに音楽がって言ってて、めっちゃカセットを漁ってるんだけど、なんかメタルをね、バカにされるっていうところね、これは音楽だっつってね、あそこは上がりました。はい。あ、そう、エルのね、エルの首輪が取れるところですね。飼いならされてた自分からの、解放というかね、そういう感じがありましたね。で、もう気合十分のヘリ爆破ですね。バーンって、あれ多分実写ですよね、ヘリの爆破ね。あれ最高でしたね。めちゃめちゃ気合が入った、撮影、空撮と、とにかく気合が入った、爆破シーンがありましたという感じです。で、めっちゃ細かくてどうでもいいとこなんですけど、エディね。エディなんかモーターヘッドの指輪してたかなって気がしましたね。モーターヘッド、あと9話でもね、多分モーターヘッドが BGM でかかってたと思うんですよね。そうそうそう、エディがギター弾くとこね。ギター弾いてから、早弾きからのモーターヘッドが流れてたと思うんですけど、多分。で、8話ね、めちゃめちゃなんか死亡フラグが立ってましたね。エディも死亡フラグ立ってるし、あとスティーブもかなりね、ナンシーとの話の掛け合いのところだね、家族が子供何人欲しいみたいな、ああいう話のところでちょっとかなり死亡フラグが立って、もう死亡フラグが乱立してましたね。はい。で、8話はそんな感じ、決戦前夜という感じで終わりました。で、9話です。もう気合十分、2時間半あります。9話。ここね、すごい、5場面ぐらいありましたね、確か。裏側とロシアとエルと、あとマックスの意識と、屋根裏の、実世界のところね、5場面ぐらい確かあったと思うんですけど、もう、ここまで絡めながらやるかっていう
かなりまた難しいことをやってますね。でも編集がやっぱあのうまい、見やすいので、うん、混乱しないという、うまいことになっておりましたという感じですね。で、もう最大の見どころであるエディの大立ち回り、早弾きですね。はい、ギター見つけて早弾きしまくるところ、あのたまんないですね。いいですね、あそこね、やっぱ最高。こうなりますよね、やっぱね、こうなりますよ。はい、だから1個だけね、あれなんアンプフェンダーかっていう、メタラーってフェンダー使うイメージあんまないんですけどね。ブギーってあの年代あったっけな、ちょっとあんま分かってないですけど、なんかせめてマーシャルとかの方が良かったんじゃない、どうなんだろう、ちょっと気になりましたけど、まあかなりどうでもいいところではあるんですけど、はい。屋根裏にね、来ちゃうと、バスケ部のキャプテンが、あれもうあいつなんか、なんだろう、バスケ部のキャプテンがね、もうちょっとそのなんだろう、悪役のまま死んじゃうんだっていうのが、シーズン5まで生きてて、であのマックスのシーンを見て、あ、自分が違ったんだ、間違ってたんだってのに気づいて、なんか仲間になってシーズン5で犠牲になって死ぬのかなっていうふうに思ってたんですけど、意外とそのまま悪役のまま、なんか裂け目に巻き込まれて真っ二つになって死ぬと、もうなんかもうちょっとね、あそこはなんかちょっと期待してました。実はいいやつなんじゃないかと思ってたんですけど、はい、完全な最高野郎だったという感じでしたね、キャプテンで。マックスがめちゃくちゃやべえと、はい、ギリギリのギリでエルが間に合うと、ついに、成長したエルと完全無欠のベクナですね、ワンじゃなくてベクナになったあいつと戦うという感じでしたね。もうめちゃくちゃ強いっすね、ベクナ強すぎましたね。でここでベクナのオリジンが入ってきた感じだったかな、確かね、はい、そんな流れだった気がします。あの裏側の世界がどうなっている、どういう世界なのかっていうのをより細かくね、分かったという感じでしたね。でマインドフレイヤーがここで初めて出てきたと。マインドフレイヤーを利用してたわけですね。でだからシーズン3もね、伏線だったっていう感じですね、この感じだと。あのロシアでのホッパーですね、ホッパーとあの霧が入った、ちょっと強くなったデルモーゴルゴンとの一騎打ち、ここのスローですね、むちゃくちゃかっこよかったですね。しゃがんでね、こうシャンつって切るっていうね、剣で戦う、火じゃなくてね、もうあの最初に渡された絶対勝てねえだろみたいな剣で戦って勝つというところ、それでね、少なからずね、あの本陣のベクナとの戦いの方にね、影響を及ぼしてるっていうところね、そこもいいですよね、やっぱね、はい、なんか別々に戦ってるように見えるけども、でも一緒に戦ってるんだというのが分かるというシーンでございました。でマックスがいよいよやばいっていうところで、またケイト・ブッシュが流れるんですけど、すごいマッシュアップしてましたね。なんだっけ、ストレンジャーシングスのテーマですね。デデ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 ってやつと、ケイト・ブッシュのあの曲がマッシュアップして、なんかもう全然違う使われ方してましたね、前半と。あれすごかったっすね。これ聞くとやっぱそのこの前の脱出の仕方とは同じにはならないんだろうなっていうヤバさがかなり出てましたという感じです。はい、でもうマックスもう本当に無理だと思いましたよね、皆さんね。もう折れちゃってるし、行っちゃってるし、足と腕ね、もう本当にヤバいところでしたね。であそこまで追い詰めるかっていう感じですよね。いやーすごいね、ここどう、ここどうなっていくの、マックスは目を覚ますのかっていうところ、っていうかあのエルエル治癒能力あったんかいっていうね、そこまで開眼したのかっていう感じでしたね。はい、いやーこれはどうなっていくんだと本当に思いますね。マックスはなんで蘇生することができたのかっていうところなんですけど、やっぱその思い入れと思い出、愛の力で、憎しみの力よりも強いものが出せるってのを、エルは気づいたんで、やっぱそこの力の作用の差があるんじゃないですかね、やっぱね。マックスとエルの楽しかった思い出を思うことによって、思い出すことによって通常以上の力を発揮できるというところで、間一髪助けることができたということなんじゃないでしょうかね。だから他の人は救えないけど、
マックスは救えたと感じがあるのかなと、思ってます。はい。でエディですね。エディはもう今シーズンだけでしたけど、いやー素晴らしいキャラですね。はい。今までいなかったああいう、なんでしょう、メタラー、まあメタラーそういなかったんですけど、かっこいいナードの先輩っていうのは今までいなかったんじゃないですかね、やっぱね。スティーブもね、やっぱその好青年というかね、もうモテ男、うん、陽キャ、スクールカーストの上の方っていうところで、まあちょっと別の世界の人間な感じはあったと思うんですけど、もう完全に同じカーストのね先輩っていうところでね、やっぱ親しみというかね、ジャスティンが目指すべきかわかんないけど、こう信頼できる人、スティーブ以外にもねできましたという感じだったんですが、まあいい幕引きだったね。うん、すごい、ワンシーズンでねものすごいその印象をね残してくれましたね。はい、好きなキャラクターになりました完全に。はい。でその後のね、いろいろあった2日後のエディのおじさんとのねジャスティンの掛け合いですね、あそこもものすごく良かったですね。はい。もう俺たちだけが あいつの良さを知ってるんだと、もう他のやつはどうでもいいというところ、しかも最後の一番最後のあのバックショットの2人のバックショットのカットですね、ドリーバックしてくカットだったかな、2人寄り添ってバックショットで、他の人は気にもしてないけども2人だけは分かってると、2人だけはエリーの良さを分かってるというのが分かるバックショット、あそこのバックショットすごく泣かせる絵作りでございました。素晴らしい。今シーズンもう最終話にしてようやくみんな揃うっていう、ホーキンスのコッパって L の隠れ家かな、はい、あそこにようやくみんな初めて集まるという感じでした。でホッパー来た時にね、あのロシアの2人いなかったですよね。でもどうなんだろうね、ユーリがめちゃめちゃ強いって話だったから、あそこのワンシーンだけじゃないと思うんだよな、今後も最後のシーズンも出てくるんじゃないですかね多分ね。キャラクターも良かったからね、うん、出てくる気がしてます。はい。で全員揃いましたと、ジョナサンとナンシーも、ようやく会いましたという感じでございましたね。とあれよ、エルがあの部屋に行った時にもうちょっと開けてるあれよ染みついてるっていうね、もう無意識でやってんでしょうね、おそらくね。ああいう細かいところ、まあ後でなんか開けてたよとか言うけど、ああいう細かいところもいいですね。はい。でいよいよホーキンスがやべえってところで終わるという感じでした。あの最後の終わり方ね、今までにない、今まではワンシーズンできっちり敵倒してきっちり終わりって感じで、大団円というかシーズンごとに締めて終わってましたけど、今シーズンはね次の戦いの壮絶さをね感じさせる終わり方でございましたね。はい。ストレンジャーシングスだと今までにない終わり方になってたかなという感じでございます。で次のシーズンで終わりなんですよね。どうなるんですかね、めちゃめちゃ楽しみですね。はい。2年後かな、ちょっとまた待たなきゃいけないという感じですね。また楽しみに待ちたいなと思います。いやー素晴らしい、いやー面白い、うん。ネットフリックスもうこのためにネットフリックス入りましたからね、確かシーズン2ぐらいの時にね。いやー楽しいですね。いや裏切らないですね、裏切らない、ある意味裏切ってくれますね。はい。いやーどうなるでしょうかというところでございます。ちょっと、この後ねパンピーとスーパーオーガニズム始まっちゃうんで、今日は終わりにしたいなと思います。よければ皆さんの感想だったり、まあ、この動画の感想だったりストレンジャーシングスの感想だったり、コメントいただければなと思います。よければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお願いいたします。